柏村竹明は日本のフリーアナウンサー、タレント、司会者、政治家、自由民主党所属の元参議院議員。木編にホワイト、柏村竹明ですのキャッチフレーズで知られている。婚姻歴は2回で、現在の妻は元、橋田範彦とエンドレスのボーカル、林武陽子。陽子との間に授かった娘の柏村聖らもタレントとして活動している。 広島県三好市出身。広島県立三次高等学校を経て、早稲田大学第一文学部演劇学科に入学。在学中は、当時、津幸茂なども所属していた早稲田大学、放送研究会に所属。ナレオハワイアンズの司会などで活動。大学卒業後、1966年4月に、中国放送にアナウンサーとして入社した。1975年、 飛び出せ。全国 DJ 諸君でグランプリを獲得。同時に、日本放送系、オールナイト日本のパーソナリティをローカル局のアナウンサーとして、初めて担当。これをきっかけに、同年8月、RCC を退社し、土井マサルの個人事務所に所属。TBS のクイズ番組、IUA、ゲーム7つの文字を皮切りに、フリー活動を開始し、クイズ。 家族ドレミファ大将の司会者も務めた。木編にホワイトあるいは広島の中条清として広島では人気者であった。代表的な番組としては RCC 局穴時代からのサテライトナンバーワンやフリーになってからのお笑い漫画道場柏村竹明のテレビ宣言などがある。ちなみに現在の妻の陽子とは サテライトナンバーワンのアシスタントを務めていたことが縁で結婚した。RCC ラジオのサテライトナンバーワンは最高聴取率28%、平均聴取率20%調を記録。その後広島テレビの柏村竹明のテレビ宣言は共感をモットーに分かりやすく制作した番組として、また広島の夕方の顔として平均視聴率が20%強を記録。 選挙率も最高54%という人気番組に成長した。この夕方のワイド番組の成功は全国のローカル各局も注目。33局のプロジェクトチームが見学に来たという2000年、柏村武明のテレビ宣言を実施降板。翌2001年7月の参議院議員通常選挙に広島県選挙区から無所属で立候補し、初当選。 当選後は自由民主党に入党し、江藤、亀井派に所属した。2005年8月8日の参議院本会議で、優勢民営化法案に反対票を投じるため、防衛庁長官政務官の辞表を提出したが、辞表は受理されず、罷免。その1年後、参議院外交防衛委員長に就任。以前からの持論であった、防衛庁を防衛省に格上げする。 法案を委員会で可決させる。2007年参議院議員を辞職。4月8日実施の広島市長選挙に自民党の推薦を受け無所属で出馬するも落選。2009年7月からフルス RCC のお好み焼きのある風景でラジオ番組に復帰。ありがとうございます。